ジョーのパブ NYC でのポスター2013デニス、ランバートはアメリカ合衆国の音楽家、ソングライタープロデューサー。ブライアン・ポッターと組んでのブルーアイドソウル的な作風で、主に1970年代に活躍した。ニューヨーク・ブルックリンク出身。1960年キャピトルレコードと契約。1960年代半ばには他のアーティストのために作曲。 制作を行っていた。最初の相方、ルー・コートニーと共にらへ楽曲を提供した。1965年、マーキュリーレコードの A&R になり、クイーン・シー・ジョーンズやシェルビー・シングルトンに支持する。その後ドン・コスタに従い DCP レコードに入社、A&R 部門を経営し、制作、作曲した。ベトナム戦争中のアメリカ陸軍でしばらく仕事をし、 1968年にロサンゼルスに引っ越した。1969年、ソングライター兼ミュージシャンの若きイギリス人、ブライアン・ポッターとロンドンで出会い、11年に及ぶ、実り豊かな共作を始めた。二人は、ロサンゼルスの新興レーベル、タレント・アソシエイツに参加。そのレーベルは、プロデューサースティーブ・ビンダーが設立していた。カナダのグループ、 オリジナルキャストと契約。ワンチンソルジャーがヒットする。日本ではミスターマンデーが大ヒットした。またシールズクロフッツなども育てている。タレントアソシエーツが売却されると、同社の出版権は1971年に ABC ダンヒルレコードに移り二人は同レーベルに移籍。オプロデュース。A&R チーフのスティーブ・バリとよく仕事をした。 ランバートは1972年にソロアルバムバックスシングスを発表。1974年、彼ら自身のレーベルヘイブンレコードを設立。配給はキャピトルレコードでライチャスブラザーズ、グラスルーツ、イーベリサンズ、プレイヤーなどの作品を発表。キャピトルレコードのタバレスやグレン・キャンベルも担当した。 1970年代に制作した作品にはなどがある。1974年にライチャスブラザーズの大ヒットアルバム、ロックンロールヘブンを制作し、彼らを復活させた。などがヒット。1990年代には、デイブ・コーズ、リトル・リバー・バンド、エレイン・ページ、ディオン・ヌ・ワーウィックなどと仕事。エドワード・ジェームズ・オルモス監督の映画、アメリカン・ミーのスコアも担当。 1990年代中期についにニューヨークに戻り、バビロンエンタテインメント設立。配給はトラウマレコード。2000年代に南フロリダに引っ越し、彼を撮った長編ドキュメンタリー映画、オブ・オール・ザ・シングスを、息子の脚本家、ジョディ・ランバートが監督した。同作は、ザ・フィリピンの全米ツアーに参加したランバートを撮影している。2011年、 ワーナーブラザースとスティーブ・キャレルは、ランバートの生涯をもとにした映画を制作するプランがあると発表。近年は、ポッターと再交流して、ブロードウェイのミュージカルを鋭意制作中。ランバートは、歌手として、ライブ、ツアーを行っている。ありがとうございます。